イラン対カタールの準決勝が、今大会一番凄まじい試合だった。ずっと面白かった。アジアカップカタール大会、観客入りまくり大盛り上がりで大成功やな。後半のイランの猛攻惜しかったな。イランも負け犬きたー。イランはあれで負けたら悔しすぎるわ。やっぱこの気迫はいいな、小さい大会だけど。グループリーグ無失点でカタール最強説唱えてた人多かったけど、当たりか。ワールドカップの集大を見てたら、あれが最強とは口が裂けてもえん。今大会のベストバウト、すげえ面白い試合だったわ。カタール対ヨルダンなんて誰が予想できたか。大会史上に残る名勝負だった。世は満足じゃ。イラン強かったけど、カタールも強かったわ。アジアもはなどれんわ。最後まで面白かった。メッシが来ても、国立ガラガラの国にはない熱量だわ。